はい、渡辺よしです。今回 M38 ゴールド迷彩解説のプレ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。今ね、たった今のシップメント194のドミネーションで解除しました。スチール2回やればコッパー&ゴールド迷彩解除できる状態だったんでね、1試合で前半で結構早かったですね。早めにスチール2回やってコッパー&ゴールドメッセージ解除しましたね。これやっぱりね、ここまでがちょっと長いんですよ。ヘッドショット100回のやつ、これが終わると早いですよ。これ復讐勲章、自分を倒した敵をキルすれば復讐リベンジということでね、それを10回やるだけでいいんで簡単ですね。これとこれも簡単。これは空挺師団でこの M38 を使用して50キルするだけでいいんでね、これは空挺師団以外で M38 を使用して50キルすればいいんで、これは BO3 になかったやつだね。これね、これとかはよくあったんだけど、こういったとかヘッドショットとかね、 BO3 と似てるんでね、ワールド2ね、迷彩チャレンジ内容がだから面白いですよ。ブロンズ迷彩の M38 で素早く2連続キルを5回、これも簡単ですね。やっぱ難しいのはやっぱりこれだね。M38 で倒されずに5キルを5回達成、スチールを5回。でもこれ、強いんでね、フルオートなんで、そんなにまでは難しくないと思いますね。で、あとはマップですね。自分の慣れてるマップがいいかもしれない。で、あと、立ち回りですね。できたらね、SMG サプレッサーがいいですね。空挺選んで。で、今ね、4月9日月曜日の10時、22時頃なんだけど、明日のね、4月10日に DLC 第2弾が配信されるんだけど、それに伴って大型アップデートがね、やってくるんで、なんか師団オーバーホールとかいろいろあるみたいで、SMG サプレッサーもね、全部、サプレッサーも、今まで師団空挺選ばないと、SMG サプレッサー使えなかったんだけどね。で、サプレッサー限定だったんだけど、今もう、全武器、SMG サプレッサーがなくなって、サプレッサーのアタッチメントが多分追加されるんでね。で、SMG だけじゃなくて、手段はどの手段でも選んだ場合でも、で、アサルトライフルとかね、ショットガンとかもサプレッサーつけれるようになるみたいでね。だと、LMG バイポッドもね、あれは手段機構選ばないと、で、ライトマシンガンやらないと、LMG バイポッドも使えなかったんだけど、LMG もバイポッドもね、全部手段を問わず使えるようになるみたいでね、まあいろいろ新しい手段の追加とかいろいろあるみたいでね、結構楽しみにしてます。これいいっすね、これね。で、これ M38 の迷彩チェンジを全て完了する。で、これゴールド迷彩ですね。これ早速ちょっと見てみましょうか。これいいっすね。かっこいいね。で、おはようさん、これ、最初から迷彩ついてるんでね、ちょっともったいない気もするんだけど。どうです、これ。いいっしょ？ SMG サプレッサーでやったよ。今回、多分。ちょっと覚えてないんだけど。3種類目だね、今回で。M38 で。最初に SMG は、PPSH41、をゴールドメッセージして、その次に MP40。で、これ3種類目ですね。SMG ので、ゴールドメッセージするの。9種類あるんでね、あと6種類やらないといけないんだけど。SMG でも強いからね。簡単だと思うんだけど。まあ、ゆっくりやってるんでね。今作のワールド2、武器結構多いんでね、種類が。で、どんどん、新しい武器が追加されると思うんでね、これ。いいっすね、これね。コッパーも見てみますか。コッパーです、これ。コッパーが好きっていう人もいるんじゃないですか、これ。これもかっこいいですよね。結構綺麗ですよね。目立つのはこっちじゃね。ちょっとどう、同じぐらいですか。ゴールドも目立つんだけど、こっちも結構、ゴールドに、負けず劣らずで結構目立ってると思うんですけど。
ダイヤはもうこれ全種類のですね、これね、全サーマシンガーのメッセージチャレンジをすべて完了しないとゴールドメッセージにならないですね。ゴールドです、これかっこいいですね、これね。あのグリップのところだけゴールドになってないですね、これね。あとね、これ9種類あるから、PP、あとグリースガン、100式簡単銃、ワッフェ28に、ステン、あ、M1928にステンタンク環状、ORS を、この6種類、あと M、あと6種類、やらないといけないですね。次が、どれが近いんだろうか。これはグリースでしょ？まだまだっすね、これ。ちょっと進んでんだけど、これ100式、100式なんか全然使ってないから、進んでないっすね。これは M1928 でしょ？ M1928 40回でしょ？これは、あ、MP40 はゴールドにしてるんで、これ、ステン短期間銃53。ステン短期間、ORS が多分近くなかったかな、一番。58回、一番。これ次これですね、多分。ORS ですね。ゴールド、SMG のゴールド迷彩は。はい、以上にしたいと思います。今回ね、このこれね、M38 ゴールドメッサイね、解説のプレイ実況をやってきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。